その名もブルックリンファッションウィークエンド。今年で5年目を迎えたこのイベントは、先週の木曜日から4日間にわたって開催。今年はアフリカをはじめ世界中から22人のデザイナーがそれぞれの来年の春夏コレクションを発表しました。しかしこのファッションショー、おなじみのグッチやプラダは見当たりません。それもそのはず、実はこのイベント、デザイナーだけではなくヘアメイクからモデルまで参加している全員がこれから名を上げようと頑張っている若手アーティストなんです。今回のファッションショーがニューヨークでの初舞台となったモデルのエリザベスさんは、It's really exciting. You know, New York's known for its fashion and the hustle and bustle of the city, so it's a good experience. 初めての大舞台にバックステージでは緊張感が走りながらも、ショーは無事成功。